夕日は草原と湖を琥珀に変え、白鳥はその翼を紫に染める。
第三の門を通る者、たどる道もなく汝自身道を見つけよ。ここまで来ると思ってたよ。魔人はどうした？心配はいらん。もうここには化け物はいない。俺が片付けておいた。貴様との戦いに水を刺されたくはないからな。魔人はどうした？心配はいらん。もうここには化け物はいない。俺が片付けておいた。貴様との戦いに水を刺されたくはないからな。サイボーグのお前が最終兵器など手に入れてどうするつもりだ？そんなものに興味はない。俺はギルドのただの殺し屋に過ぎ、俺の興味のあるのは殺しがいのある人間、貴様だ、コブラ。ありがたいね。そんなに好かれているとは思ってもみなかった。ここまでだ、コブラ。貴様をこの先へは行かせん。でまた会おう。まだ終わっちゃいない。勝負はこれからだ。貴様、まだ生きていたのか。俺の肉体に宿る全ての怒りをこの一撃に込めて。はずだ。俺にはサイコガンは無力だとな。まだ終わっちゃいない。恐れ入ったぜ。
確かにお前は常人離れした人間だよ。波の体力じゃない。不死身と呼ばれるのも、まんざら嘘っぱちではなさそう。よせよ。褒められるとほっぺたが赤くなる。だが俺には勝てんのだ。そううまくいくかな、ボーイ。何の真似だ。バカめ、気でも違ったか。賭けは貴様の負けだ。そんな手が残っていたとは。こんな手で悪かったね。切り札ってのは最後まで見せないもんだぜ。遅かったな、コブラ。最終兵器は私のものだ。ビガロか。よくやるぜ。王の鎧を着て何のお芝居だ。どっかで仮装パーティーでもあるのか。私は最終兵器を手に入れた。私がこの宇宙の支配者になる。これは帝王にふさわしい衣装だよ。最終兵器、どこにそんなものがある。バカめ、自分が探しているものがどんな形をしているかも知らなかったのか。これが何に見える。何なんだ、ゆでたまんか。そう、確かにこれはまだ卵だ。しかし、なんだあの光は。見るがいい。これから生まれ出るものを。これこそ火星古代史に伝わる伝説の最終兵器。なんだって。ここは死ぬにはいい場所だ。
ろう。これでギルドはこの宇宙を支配し得る。ギルドだと？ギルドがどうした？え？何ですって？わからないか。今や我こそが全宇宙の帝王。ギルドも何もない。私が支配者なのだ。なんだあの目は。あれはレーザーガンが戦車に変化した。帝王は一人でよい。お前たちはもう必要ない。うん、ギルドを裏切るつもりか。卵から刀に、そしてレーザーガンに、そして今また戦艦に変化した。これはその目で見た兵器の能力を自分のものにできるのだ。これが最終兵器の恐るべき秘密。これは進化する兵器なのだ。飛行するものを見れば飛ぶ能力を、潜水するものを見れば潜る能力を、ミサイル、そして反物質砲と、これはどんどん巨大な兵器に成長を続けるのだ。最後にはいかなる兵器に対しても完全に無敵の存在となる。これこそまさに絶対兵器。コブラは地獄で寂しがってる。お前たちも一緒に行け。俺の名はコブラ、不死身の男さ。サイコエネルギーは怒りによって増幅されるんだ。最終兵器も俺の怒りで撃つサイコガンは理解できまい。俺の魂の雄たけびを貴様に食らわせてやる。コブラ。